皆さんこんにちは、ゆりです。今日はたった3分間で下腹のポッコリと内腹肉まとめて解消するストレッチご紹介していきます。概要欄に貼っていますが、こちらのストレッチをしっかりとしてから今から行うストレッチを行っていけると、毎日3分間の積み重ねでお腹がしっかりと締まってきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。はい、では寝転んで腰の隙間が手のひら1枚、まずはカールアップかな。息を目いっぱい吐いて、吸って吐いて、吸って下腹に意識を持っていきましょう。呼吸止めないように、ふう、鼻から吸って口から吐いて、もう一息。今日は、ね、時間短めですから、頑張ってずっとお腹に効かしていきますよ。ふう、ウエストギュッと頑張って OK。今度はへその薄いまま、腰の隙間、手のひら1枚を保ったまま足を上げていきましょう。片足ずつ上げ下げしていきます。下から薄く膝が直角です。足の上げ下げをしてもお腹の薄さは1ミリも変わりません。余裕がある方はこの足を少し伸ばしてもらうと強度が上がっていきます。繰り返すうちに余裕が出てきたら伸ばしてもらってもいいです。自分のペースに合わせてちょっとずつレベルアップしていきましょう。 OK。 そのまま起き上がり、骨盤まっすぐ、足は三角、手は胸の前。ちょっとお腹きついなってとこまで下がって、このままツイスト。はい、ここで大事なのは背骨が丸くなりすぎない、少し上に伸ばすストレッチ。お腹を引き伸ばしながらツイストをします。今腹斜筋に効いてますか？使ってる脇腹の筋肉、これを感じて、ふう、使ってる筋肉分かりにくい方は概要欄のストレッチをしてから今日の動画頑張ってください。 OK。 はい、ではクッションや雑誌などを置いて肩の下、お腹を持ち上げてサイドプランク。はい、地面側の脇腹、ここに効いてます。今日はね、短時間なんで頑張っていきましょう。お腹効いてますか？腰が引けてるとお腹使えません。しっかりお尻突き出して、膝から頭までを一直線、お腹の腹斜筋、腹横筋、脇腹に意識を持っていきます。ちょっときついですけど頑張って、正方もね、リラックス、末端はできるだけ脱力です。はい、反対側一回やりましょう。はい、ではそのまま地面側の脇腹意識を持っていて、はい、キープ。止まっている時も呼吸を深く吸って、長く吐いて、首肩に力が入る方はちょっとお腹の筋力がまだ弱いです。慣れてくるとお腹に力が入り、首肩の力が抜けてきます。使ってる筋肉を感じて、時間短いけど結構しんどい。もうちょいもうちょい頑張って。はい、です。最後は下を向いてセントリング、シンプルなプランク。辛い時は膝つきでもいいし、余裕があったら膝伸ばしてもいいです。膝ついているときは膝から頭のてっぺんが一直線、伸ばす方はかかとから頭までを一直線、しっかりお腹に力を入れて、これはね、今日は脱力です。本当にね、極力首肩手の力を抜いてお腹に効かしていきましょう。これが最後ですよ。もう一息。OK。 はい、じゃあ最後はストレッチまでいきます。手をついてお腹の前のストレッチ。きつい方は肘曲げてもいいです。こっちでもいいですよ。少し胸を反らず、お腹を伸ばす。日常生活、背中を丸めることばかり、猫背や肩こりがある方はしっかり胸を反らす種目、これで一日を終えてください。早く息を吸って、ゆっくり吐いて、長く吸っていっぱい吐く。はい、お疲れ様でした。
ごく短い時間でしたが、集中して楽しくできれば必ずウエストは細くしまいます。使いたい部分がわからなかったっていう方は、概要欄の他のストレッチをしてから今日の動画を毎日のルーティンにしてください。短いですが効果抜群です。ぜひ動画のご感想はコメント欄の方に、高評価とチャンネル登録もお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。